こんにちは、ピカチュウ永井です。今日は矛盾という故事成語について1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。昔中国に鋲という王様がいました。この人は聖人と呼ばれていて、最高の為政者、非の打ち所のない理想的な王様と言われていました。その部下に舜という人がいて、この人も大変優れた人で、農民や漁師が争っていたらそこに行って争いを収め、素朴な陶器を作る人がいたらそこに行って陶器の質を上げといった様々な功績を残して聖人と呼ばれるようになり、鋲の後を継いで王様になった人です。そこである人が言いました。もし鋲が聖人であり、理想的な非の打ち所のない王様だとしたら、なんで争い事や素朴な陶器ができてるんですか。もしこのことが本当だったとしたら、この聖人ってのは嘘だよね。逆にこの人が聖人だとしたら、この話は嘘だよね。まるで何者にも貫けない盾と何でも貫く矛を一緒に売るようなもんではないかと。この故事から辻褄が合わないことを矛盾というようになりました。以上、これは韓非子が儒家の思想を批判するときに話したお話です。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな。チャンネル登録して